3ヶ月日持ちするって。機内持ち込みはできない。あ、分かった。うん、冷蔵庫で2、冷凍しとこう、リエンジで。全然ある、全然余裕ある。だってあの今回何も買ってないからさ。ゼロワンのハットちょっといらない。 TikTok のハットいらないよ。でまず私1キロ食べたいでしょ。であとほら総理とかにもあげたいしさ、1キロ私食べるでしょ。あとお金にもまあ買ってあげたいし。500g を はい、日本語担当です。もしもし、あ、こんにちは。あ、あの今からタコキムチを、あ、そう、塩辛を5キロ買おうかなって思って、それってスーツケースいけます？はい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 。あ、なるほど。あ、わかりました。ありがとうございます。はい。カムサムニダ。ありがとうございます。ありがとうございます。郵送だと10キロまでっていうのがあるけど、それはわかんないって言われた。まあいいや。とりあえずあのタコキムチのとこ行こう。いいな、いいな、いいな。あ、てか普通に、いいや、3キロ買おう。3キロ。いいな。次私韓国来るとき彼氏と来るわ。彼氏と。あ、お尻ちょんちょんってしてる。いいな。私いつも歩いてるとき、あの男のケツを揉んだりしてる。ケツ揉んだりするの。お尻好きなんだよ。どこだっけ。あ、そう、ケツあんなにズボってエイとかふざけてね。
28までだけど配信19まで、配信19まで、あ、ただただ、いた、ここです、ここです、紹介します。もうここ来るのも最後だろう、ここ来るのも。これ、あ、どれだっけ、あ、これだ、これ。あ、こんにちは、こんにちは、あの、買いに来たタコキムチ、これ、買いに来た。うん、これをね、買いに来たんだけど、タコ、あの、あ、ジャパニーズ OK？ あ、少し少し OK。 これ、あの、はい、日本に持って帰る、はい、あの、ラッピング OK？ 冷蔵庫いらない、いつか、いや、冷蔵庫で3回食べる、大丈夫。冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵庫、冷蔵庫、冷蔵庫、あ、全部スーツケース OK よ、スーツケース全部。え、漏れない？あの、なんと、全然ないよ、大丈夫。ジャパン、ジャパン、これもスーツケース、爆発しません？大丈夫、大丈夫、はい、うん、大丈夫、OK。タコが小さいやつが1万ウォン、大きいサイズが2万ウォンです。あー、どうしようかな。小さい、何グラム？あ、同じ、500グラム1万ウォン、大きいサイズ1キロで2万ウォン。あー、一緒で？一緒で。どうしようかな、これで送るんか。あ、でもこれで500か。分かってよね。たくさん買ったらサービスありますか？おまけ、マリジケおまけ。あ、おまけ、はい、どうしよう、はい、じゃあ、どうしようかな、500を、はい、10個、明日、明後日、今日帰らない。今日冷蔵庫入れる、すぐ。大丈夫、大丈夫。ちょっと食べて、もう一回確かめなきゃ。これ、本当に10個買うのか。大きいサイズ。うん。大丈夫。あ、これを、はい、10個だから、全部、あの、ソムル。ソムリ、あ、プレゼント、ソムリ。プレゼント。プレゼントラッピング。全部おまけ毎日きよ。よく500で500おまけ、うん、大丈夫。これが1個？ 1 個？うんうん。はい、今10時間でよ。うん。で、明日の朝ごはんにしよう、これ。もう一回ちゃんと食べないと。サラダとかして。うん。あ、食べた。あ、おにも、あ、おにも、うん、ベックな、ベックな、あ、うんうん、あ、7個でもいい？はい、な、7個、7個、うんうん、17、17の7個全部に入ると7、はい、私持てない、重たい、もしかしたらまた買うかも、はい、ありがとう、あのね、冷凍庫がある、あのキッチンにね、あ、リエ食べないって、これね、これ大好き、ちょうよ、まだよ、まじだよ、ジェイ、ジェイ、よりも美味しい、美味しい、一番美味しい、一番美味しい、これ一番人気、人気です、はい、ナンバー2は、ナンバー2、チャンザ、あ、やっぱこれナンバーワンだって。
キュー、カムサムジャン。これ？わあ、ありがとう。美味しそう。これ7個？ユーチューブ？ユーチューブ、ユーチューブ。わお、1020。イエーイ。キュン。1020。これちゃんとやってる。タコ。タコ。冷蔵庫ある、あのキッチン2個あるし、なんならはい、これ一緒で一緒、はい、うん、OKOK、うん、に入れとこう。違う、一個一個多めに入れてくれてるんだよ。550g ぐらい。最高。え、これ冷凍庫。冷蔵庫で三ヶ月。あのアイスボックス OK？ 氷エリア、あ、うん、アイスエリア。アイスの。アイス冷蔵庫大丈夫？大丈夫、うん、冷蔵庫がいい？あ、全部冷蔵庫大丈夫。あ、で、おとお茶碗があるんで、こがけよ。カムサムニダー。あ、キンキュー。あ、いや、よいしょ。おもてあい。おもてあい。いくらだっけ、値段聞いてなかった、値段聞いてなかった、あ、やば、7000円分買いました、7000円分か、あ、歩いて帰ります、冷蔵庫で分かりました、人口密度やば、土曜日やばい、されてる、ちょっとリエに聞くわ、冷蔵庫入れていい？はい、ここカンガンシじゃん、カンガンシじゃん、근데안지고어디찾아봐고라인인지
ジンはね、うちにある。結局飲んでない、うん、飲んでないっすね。一人だとあれかも。友達と来たら楽しいよね。こういうなんか屋台外飲みとかさ。ヒロ、あ、熱っ。早く帰ろう。やばー。この前リエに買ってあげたクワバギ。やば、行列、やばほら、ナイス、あー、ゴッコナイス、チョちゃん、ありがとう。すごい、大人気。よいしょ。あよ、술마시다가먹었어。いっぱい買ったよ。あれね、美味しいよ。ねぺありがとう。ねんどんこ、ねんどんこ。あ、ミスターギリギリがギャザリング始めた。みんなゲットして。盗んで。みんな盗んで。あ、私が今日行こうと思ってたユッケチャメチ、あ、プチョンユッケ、ここ行こうかなって思ってたんだけど、プチョンユッケ美味しいんですよ。ここミシュラン取ってるらしい。ミシュラン、美味しいよね。あー、チーズチョコちゃん、ナイス。チーズチョコちゃん、あー、メガホン、ありがとう。ゲットしてきた、ナイス。すごい、私これゲットできたことないからさ、うん、奪ってきた、ナイス。これイベントのポイントになるもんね。取ったの12個、ナイス。3個もありがとう。すごい。どうやって撮るのそれ。私ね、ちゃんと10分前にさ、どっかの枠で待機して撮れなかったからさ、え、ちゃんと待機してんだよ。ミーちゃんもナイス、おばねちゃんも12個もありがとうございます。うつら2000もいかなかった。すごいや。風船投げ、その後メガホンマーク押してもらえる。そんな簡単に言うけど、かっさらいナイスです。ボタン押すだけだけどさ、私あのギャザリングやった時、あの閲覧6000人いったよ。で、6000人の中の100人しかゲットできなかったわけだから、大変だあれ。これはいい買い物した。あー、ナイス、3個、金目が5個、ありがとうございます。やべえ、もう韓国も冬終わったわ。予告なしでさ、こんなゲットできたマイリスはどういうこと。ミスターギリギリのリスナーでもあるってこと。これさ、4キロあるってこと。これ多分4キロあるわ、サービスされてるから。ほんと、
でもありがとうみんな。もらった。さきちゃんもね。あ、A ちゃんか。A ちゃんありがとう、金メガ。E ちゃんとか。みんなありがとう。ありがとうございます。重たい、これ。重たい。重たすぎる。あ、チャイちゃんもありがとう。そうちゃんも。そうだね。7個、500g7 個で、結局サービスで重たいからさ。痩せた感じ？わかんない。ちょっと痩せたかな。でもちょっと痩せた。早く除去したいな、これ。まひちゃん、コーンの正規が行ってきた。マジでよかった。あ、そうなんだ。私はあのコーンってとこでやったんだけど、あのそこでやるの上手だと思いますよ。そうそう、鼻の、やっぱ鼻は専門出た方がいいよ。専門店でやるべき。私鼻曲がってたしね。まっすぐになっただけでも普通にあの満足してる。いい、そっか。そこはね、アポニーさんやと。やっとリアタイで今日見れた。5個ナイス。5個ありがとう。あ、 A ちゃん、 A ちゃんね。あ、25個、ナイスです。A ちゃんありがとう。 A ちゃんありがとう。マジか、忙しかった。10個ナイス。あ、 A 君10個ありがとう。 A 君10個ありがとう。 A 君も、 A ちゃんと A 君が応援してくれた。ハンバーグが家帰ってイベント頑張ろう。ちょっとともさんまで追い上げないと。ともさんまでね。ありがとう、パチコメ。え、びっくりした。家帰って白身タコ食べよう。私、いや食べない、開けない、我慢、我慢する。で、食べたくなった時に日本で食べたい。楽しみ。これマジで美味しいから。ありがとう、ありがとうね。羽根ペンありがとうございます。お土産、もうね、スキンケアとかは目代わりで買った方が安いわ。9点で買った方が、チャンジャオ韓国海苔で巻いて食べるのマジ美味しい。美味しそうだね。いいね、それ韓国海苔。キュンですってしてくれたね。今男の韓国人の人にキュンですってしてもらった。今手のハートのやつ。でもイケメンじゃなかった。でも優しそうだった。まあアンブレラ
アンブレラレベルのアンブレラ系の。私の元彼だからね。なんだっけ、お似合いだった。なんか今日すごいなんか人が、あ、重たい。いや彼氏作ったらそりゃ湧くよね。湧かないわけないから。私マジですごいな。ダンスした公園？あ、違う、あれはチャイナタウンね。チャイナタウン。いや、ラブゲームは絶対飽きられないね。そう、いやもうそういうのはもう したくないっていうか、もう ダメだと思う。多分いい人がいてももうそういうのはもう、うん、どうや、私もう男に興味ないし。共通でもういるんだって、彼女が。でイケメンでいなかったらやばいんだって、うん、まゆちゃんがありがとう、ケーピーありがとう、うん、整形だよ、興味あるの今。楽しみだな、19日、うん、早く静脈麻酔したい。あ、キョンシー連絡来ない。なんでだよ、キョンシー連絡来ないわ。キョンシーそうだ、連絡ない、すっかり忘れてた。あ、静脈麻酔か。もうキョンシーやっちゃうの、来ないですね。全身麻酔と静脈麻酔一緒だけど、全身麻酔はもっと大掛かりな感じ。静脈麻酔は全身麻酔やっちゃうと次の日も起きれなかったりとかぐらいの、うん、静脈麻酔 やってるよ、まあ、何度も何度も。ふわーっとして楽しい。癖になる。まあでも静脈麻酔 やるために整形したいとは思わないけど、あ、整形したら、あ、またあの体感か、あの体験できるんだみたいな。やばいやばい、手が変形してきた、手が変形してる、やばいって、やばいって、マジで本当に重たい、手が変形してる、なんか手も曲がんない、これ以上手が曲がんないんだけど、痛い痛い、やばいって、痛い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 。重たいよこれ、サービスしてもらってるから結局5キロあると思う。結局5キロね。いや5キロある。
なのめんどくさいも行ったり来たり。でももうね、ここわかる？目の前ハッピーハウスだから。まゆちゃんコーンの席がリジュランヒーラーよかった。え、それ何？サービスでやってくれたの？私してもらってないんだけど、サービスで。大谷の練習いつあんのそれ。撮影しちゃいけないっしょ、そんで。そういうの撮影しちゃいけないんだよ。え、いいな、リジュランヒーラーもしサービスだったらめっちゃいいな。あー、リンディさん10個ナイス。豚さん10個ありがとう。いてててててリンディさん、体調どうですか？体調の方は大丈夫だ、ありがとう。まあまあお大事にね、無理しないでね。着いた。やば、もうおばあちゃんみたい。ちょ、リエにあのレンドンゴだっけ、レンドンゴンだっけな、なんか似てたような気がする。レンドンゴ、これあジャパニーズ、うん、あジャパニーズフライトこれあのマイキーペンプレゼンツ、うん、これ粘土粘土語、うんうんうん、あ粘土語、キムチ없어아냉동고그냉동고저기이삭에있어이삭에이삭냉동고야바이해피하우스냉동고없고이삭있어이삭이이삭자기가있는데가이삭이야마이룸어어마이룸아마이룸은누르인데요네어粘장고
여기 냉장고 없어요? 냉장고요? 네. 그 어떤 냉장고요? 여기 공용 냉장고. 공용 냉장고는 없고. 이거 써요? 여기다 넣어야 되나? 각 방에 냉장고가 있거든요. 그래요? 네. 이거는 쓰면 안 돼요? 쓸 수 없어요? 오케이. これ冷たい？あ、ごめんだ。なんでね。パパがする。冷凍庫じゃなくて冷蔵庫です。オッケー。冷蔵庫、キチ冷蔵庫、これこ、これじゃ、オッケー。うん、待って。아렌지응응응응이거갖다놔응응응여기다놓응냉동고호트호트이거뭐야미안해괜찮아아이고よいしょ。
ただいま。ごめん、この、まあしょうがない、しょうがない、多分これついてる、うん、ただいま。ちゃんとお土産も買えたし、やることやった。てか今日イベント最終日だ。今何時？なんてこった。ありがとう。みんな羽ペンよろしくお願いします。じゃあちょっと赤信くんも帰り。ね、ちょっとみんな、みんなのね求めてるお出かけ配信は今日で終わり。あ、今日は終わり。ね。もう取れ高ないから、前のこと好きな人だけ集結してほしい。まゆちゃんのこと好きな人だけ乾杯。明日ね、うん、うん、帰った。やることやったよ今日は。帰ったね、ありがとう。あー、ふわこれメガホンナイス。よし、まあじゃあね、イベントってことでちょっと誰かねバトル行こうかな。イベントってことで、あ、アヒルおかえり。イベントってことでね、うん、どうしようかな。ここでちょっとコラちゃん行ったら面白い。山田くんかタクコラかイノシシさんかミズニャンか善逸さんかな。コラちゃん行くの面白いよね。これか負けるわけにはいかないよ。これ絶対負けられないよ。ちょっと面白いよね。じゃコラちゃん行ってみようか。コラちゃん一択みんなマユリステンコ、マユリステンコお願いします。女芸ばっかやりやがって、私の元彼気持ち悪いんだよ。私がねえ見せつけてやるわ。私がマイリステンコありがとう。ねえ女芸ばっかしやがって、行くか。じゃあみんな、コラボバトルは、倍率がいいんで、よかったらイベントアイテム、あんちゃんもありがとう。イベントアイテムと、豚さん、ゾウさん。で、倍チャレしてくれたら嬉しいです。ここで、私が。違う、私に投げてくれたら嬉しい。うん、いや、ちゃん別に私のこと好きだから嬉しいと思う。コラちゃん、私コラちゃんとつながりがあるの実は。コラちゃん、じゃあちょっとコラかわいそうってなんで。じゃあちょっとみんな団結お願いします。うん、お願いします。あれ、ちょっと待って、
まあ、ポロちゃん喜ぶと思うよ。行くぜ。うん。行くぜ。えいえい、おー、それか山田くんか。コラボ申請しました、コラちゃんに。しました。え、なや、押すなよ、早く行け、気まずいから、お前行けよ、気まずいから行けよ、お前、お前が行け、俺の枠じゃねえから、お前行けよ。こんにちは。あ、コラちゃん、はじめまして。こんにちは、はじめまして。コラちゃん、はじめまして。あ、調子どうですか？え、調子はどうですか？調子いいです。あ、楽しいですか？楽しいです。うわ、羨ましいな、私今一人だから。いや、韓国めちゃくちゃ羨ましい。韓国羨ましいです。あ、あの、なんかコメントで、はい、なんかコラちゃん嫌がってるってコメント あったけど大丈夫かな？いや、嫌がってないんですけど。うん、嫌がってないです。なんか刃の後ろにあのネギついて嫌がってる。ごっそりでかいね。とんでもなくでかいネギついてる。あの、 もしよかったら、あのバトルしたくって。はい、あの、もしよかったらコラちゃんが、あ、お願いします。あ、いいですか？あ、コラちゃん今って、はい、あのイベント中かな、どうだろう。あ、いや、イベント中じゃないんですけど。あ、そうなんだ。イベントじゃないし、ちょっと今最近イベントも全然勝てなくてあれなんですけど、まあ私も今ちょっとね、3位でちょっと入賞しないとって、ちょっとねバトルしたくって、ちょっとコラちゃんとバトルしたら盛り上がるかなと思って。お願いします。ちょっと、わー、絶対勝ちたい。勝たせてください。なんか後ろにいるけど、なんか後ろにいるけど、え、これ2対1ってこと？2対1。え、これ2対1なの？いや、不利だけど。え、2対1？え、たくまくんがコラに投げるってコメント本当？いや、嘘です、投げないです。あ、嘘？はい、本当？あ、嘘派と？ちょっとじゃあお願いします。ちょっと待ってね。はい、じゃあちょっと、あ、たくまくん携帯持つのやめなよ。携帯持つだよ、ね、たくまくん、携帯持つのやめなよ。頑張れ、携帯持つのやめなよ。もうできる範囲でお願いします。あの、リスナーさん、じゃあちょっと待ってね、うん、じゃあちょっとこれは絶対に負けるわけにはいかない。2対1でも私は絶対に勝つね。女芸ばっかやってる人に私はね、ずっと一人で頑張ってるから。確かに確かに、ね、一人で頑張ってる私をちょっとみんな応援してください、よかったら。行くぜ、お願いします。はい、はい、お願いします。頼む。お願いします。頑張れ、ありがとう。誰かいますか？行くぜ、みんな、行け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 、ありがとう、ちょっとできる範囲でお願いします。ありがとう、絶対負けたくない。ありがとう、勝てる戦いなかった。泉ちゃんもナイス、ありがとう。負けてる、めちゃくちゃ。ありがとう。いけ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 。あ、いけるよ、いけるよ、いけるよ。いけ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 。トムさん、ありがとう。Z さん、ナイス、Z さん。あーちゃんもありがとう、あーちゃん。ありがとう、ごめんね、ありがとうね。トムちゃん、2個。Z さん。めっちゃ負けてるよ。コラリス、底力を見せろ。コラリス、コラリス、コラリス、いける。コラリス、15人ぐらいしかおらん。コラリス、やばいな、強いな。みんな、顔を、めちゃめちゃ待ってる。あと4個。ちょっとみんな、見せつけてやって。泉ちゃんの場合、ありがとう。Z さん、ナイス。ボコボコにしてやるぜ。ありがとう、ボコボコにしてやる。泉ちゃん、ナイス。泉ちゃん、ありがとう。2対1でも負けない。まあ風船からいこう、風船から。ちょっと、
そうだよね。あ、マムありがとう。みーちゃん2個、父ちゃん2個。ありがとう。ボコボコにしてやるぜ。ゼットさん、ナイス。ゼットさん、ナイス。あ、みーちゃん4個ナイス。ありがとう。ありがとう。ね、私は1人で頑張ってるから。ゼットさん2個、父ちゃんも2個。用意する時間あった。そうだよね。みーちゃんナイス。いけいけいけ。お願いします。みーちゃんと、ゼットさん。みんな見せつけてやるぜ。みーちゃんナイス、みーちゃん。いけいけいけ。あ、りゅうさん5杯、ゼットさんナイス。ゼットさんありがとう。しろちゃん出ました。いけ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 。しろちゃん出た。いけいけ、たくま寄生虫。いけ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 。誰もな、ハラミちゃんありがとう。父ちゃん2個ナイス、父ちゃん。みーちゃん2個、みーちゃん。いずみちゃんナイス、いずみちゃん。1万3000。いける。差し込み来るかも。ゼットさんナイス。もう差した。父ちゃん2個。いけますか？ゼットさん。ちょっちゃん5個ナイス。お願いします。一旦誘おう。お願いします。漢字の方。本当に。Z さん2個。ちょっとこれ負けたくない。マイアンジュ集結。ありがとう。15個ナイス。マイアンジュ集結。ありがとう。みんなボコボコにしてやって。負けたくないです。ボコボコにしてやって。差が差が差が。5個ナイス Z さん。5倍泉ちゃんナイス。やばいよ。いけ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 。差がやばいね。ボコボコにしてやってマジで。この山は2個ナイス。ドアちゃん2個。いけない。あと2分あるから。みーちゃんも2個ナイス。あの、もしよかったらお願いします。ボコボコ、Z さんナイス、Z さん。負けたくないです。母ちゃんありがとう。あと2分。タッちゃんもナイス。負けたら俺またパンチか？ダメ。花火ありがとう。もうダメ。もう尽きてる。マメタありがとう。いけいけいけ。ボコボコだ、ボコボコ。ありがとうね。ありがとうございます。メガホンありがとう。ジェットさんも2個。ごめんね、ゲザリングでせっかく。ドーちゃん6個ありがとう。ドーちゃん。ありがとう。ハムネギさんありがとう。いけいけ、ジェットさん2個。難しいよね。無料アイテムもないしね。漢字の方5倍です。無料ないよ。無料に、甘いんだ、お前。いけ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 。ダメ、頑張って。ケチョンケチョンにしてやるぜ。ジェットさんナイス。いけ、みんな。みーちゃん2個。無理。ジェットさん2個。Z さんナイス。キーちゃん2個。俺のバグ投げ。投げてんの？トちゃん5個ナイス。俺バグ投げ入ってるんだけど。タクマが投げても勝つから。ありがとう。バグ投げ全然いいね。キーちゃん2個。Z さん2個。Z さん。チョちゃん5個ナイス。ありがとう。いや、ごめんね。ありがとうね。あと1個。アマちゃんね。あれだったのに。ありがとう。みーちゃん2個。ありがとう。ちょちゃん5個ナイスちゃん。いずみちゃんもナイス。あと1分です。あと、ちょちゃん5個。無理。みーちゃん2個。みーちゃん2個。ゼットさん2個。いけるいけるいける。いけいけ、ちょちゃん5個。ありがとう。みーちゃん2個。いけますか？キーちゃん2個。いや、たくまが差し込みするかもしれない。もしかしたら。悪く言わないで。2倍ナイス。もしかしたら差し込もうとしてるかもしれない。ありがとう。ちょちゃん5個。いけるいける？誰かまだ30秒であるんだけど、いける？みんな逃げて逃げて。差し込める？ちょちゃん5個ナイス。差し込める？ありがとう。もっちゃんナイス。20倍。勝てると思ってきてるから。絶対。負けたくない、それ。いけ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 。あ、たくま風船ありがとう。無理ですか？ナイス。あ、泉ちゃんありがとう。たくま風船投げていい。たくま風船ありがとう。ちょちゃん5個ナイス、ちょちゃん。そんな力ない。そうだよね、大丈夫、大丈夫。いけいけいけ。ボコ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 。大丈夫、大丈夫。20秒。やめろ、たくまちゃんありがとう。ちょちゃん5個。ちょちゃん5個。コロちゃんありがとう。泉ちゃんナイス。あと13秒 !Z さん !Z さん、うん、風船投げ。ナイス！あ、5個ナイスじゃん。ありがとう。これはね、隣で勝たせられても意味ないからさ。Z さんナイス。いずみちゃんありがとう。負けちゃった。ちょちゃん2個。いや、ありがとうございました。急に。すいません。ありがとうございました。これが、俺の力だ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、フルボッコだどん。フルボッコだどん。フルボッコしてやったぜ。え？差し込みしてたの？もしかしてたくまくん、それで私に負けたの？マユリス最強である。マユリス最強である。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がりました。あ、気持ちよかった。あ、Aくんありがとう。うん、
いや、あのね、コラちゃんいい子だからね、ちなみに。あの、コラちゃんいい子だからね。あの、本当にいい子だから。可愛くていい子だから。ね。いやー、勝ちました。みじめな眉が勝ってる。ふざけんなよ。いい子だからね。あんまりその、来るんだよ、たまにコラちゃんのコメント。それ、もうそんなことないから。羽ペンありがとう。マユリスナーさんは最強である。嬉しいです。嬉しいです。いや、私は全然惨めじゃない。こんなに愛されて幸せです。ありがとう。ありがとう。あっちイベントモードじゃない。あ、関係ない、関係ない。そんなことは関係ない。あのね、男女で絡んじゃうと全く飛ばないんだよ。そこかな。あのね、男女芸って閲覧は湧くけど、マジで飛ばないんだよね。残念なことに。うん。そうそうそう。まあこれは面白いからバトルしたかな。面白いと思って飛ばない、ほんと飛ばない、閲覧湧くけど、うん、ちょっと待ってね、うん、2位まで4万ポイント、2位まで4万ポイント、うん、ありがとうございます。近づいてきた、2位まで。そう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 、せっかくバトルするんだったら面白くないとね。あ、ゆうかちゃんもありがとう、うん、あのね、コラちゃんね、最強である。あのコラちゃんね、実は前に私がなんかね、眉相談配信したラジオで、その時にあの来てくれたの、匿名でアイテム投げて来てくれて、すごいなんかこう大好きですみたいな。私コラちゃんのこと知ってた前から。コラちゃんのことありがとう。そうだから、その時から、あ、この子はいい子でってのは知ってた。そう、あのコラちゃんがプラプラだった時に、あの相談してきてくれたから、なんかどうしたらなんか人気になれますかみたいな。いや、人気でしょうって、プラプラだったら。ありがとう、うん、そうね、あの子いい子だから、あんまいじめちゃダメだよ、うん、いじめちゃ。あ、まーちゃんありがとう。まーちゃん、れいちゃん、女として勝ったとか小バカにしてる。あ、そんなこと絶対言わない。あの、コラちゃんそんなこと絶対言わない。いや、コメントとかでさ、ほら、なんか、私んとこも来るから、コラちゃんがどうだとか。そういうのは、まあ、そうなるのは、タクマがいけないからね。うん。タクマがいけない。守ってあげれない、タクマが悪いんだから、それは。絶対言ってない、絶対言ってない、うんうん、もうやめて、そういうさ、揉めさせようとするの、私には聞かないから。もうそういうなんか揉めさせるコメント、今までゼロワンと付き合った時にもう修行を受けてる、うん、修行を受けてる私。ありがとう。あ、ポーちゃんありがとう。みんな、ありがとうね。ありがとうございます。
そう、ゼロワン寺で、あの、モラハラと、なんか、柴田と、あの時がね、一番しんどかった。そうです。あの時を超えるしんどさはないね。うん、いつかゼロワンとバトルしてほしい。いや、まだできないよ。まだできないよ。まだまだ。だって昨日忍法さんとさ、20万対2万とか、無理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 。私今何万ポイントだった？ちなみに3万ポイントでしょ、うん、無理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 。まだまだ、うん、そう。いや、私あの面白いと思ったら絡むよ。あの、それは配信的に、配信のこと考えてるだけだから。勉強、やべ、テカってきた、うん、前ももうちょっと頑張らないと。楽しかった。一人でずっとつうか、あの、一人になんないと稼げないよ。だってゼロアンテいた時前ゴールドだもん。閲覧めっちゃあっても、一人で頑張ってるってところじゃないと無理だね、うん、一番弟子って言ってた、うん、ありがとう、はねぴん、ありがとう、しーちゃん、ありがとう、うん、まあ、でもあの、最、なんだろう、新鮮な時はアイテム投げられるけど、だんだん付き合っていくとね、だんだん飛ばなくなるよ、そういうのは。あ、メル先輩もありがとう、メル先輩もありがとう。え、とりあえずあと7月、ね、今年の7月に初めて、あ、去年の7月には初めてプラプラになって、もうすぐ4月でしょ。あと3ヶ月継続すれば、プラプラ1年継続。うん、ばあちゃんには、ばあちゃん。とっちゃんもありがとう。うん、1年が目標だからさ、1年継続ねえ、あと3ヶ月、まあ7月誕生日あるから7月はあれだとして、うん、そうなんだよ、時が経つの早いよね。なんかそれもあるから休めれないよね、やっぱランク落ちたくないな、うん、ランク落ちたくない。ちゃんとやってるからね、確定申告ちゃんとやってるよ。だからやらないわけないじゃん、目つけられてんだから。絶対一回私脱税してるから、昔もう目つけられてる。あの二人付き合ってるの分かんない、どうなんだろうね。次脱税したらっていうか、だからもう脱税してるから、あの、そっからちゃんとやってる。もう一回チェックされたら、あの、多分監視されてんじゃない、分かんないけど。そうそうそう、稼ぎの半分税金、そうだよ、全然残らないよ、ほんと。整形とかしてたら、うん、あ、そう、キャバやってた時ね、配信じゃないよ、昔ね、うん、あ、2回目牢屋なんだ、
たくまくんは、まあ、私がなんかあれこれ言うのもおこがましいけどさ、一人でやった方がいいよ、配信頑張るんだったら。あ、ワイちゃんありがとう、ありがとうございます。あの飛行機とかホテルとか全部経費、配信でご飯食べてるやつも経費、全部経費。あ、ちゅーちゃんありがとう、ゆっちゃんも。まあでもあれですね、まあ一時の一時じゃんね、幸せと配信は者の天秤、配信でうまくいってたら幸せだよ、幸せ。やばいわ、今幸せなんだよ。あ、たかこもありがとう、うん、ありがたいしね、うん、いや本当はここも一回しか泊まるつもりなかったけど、リエと仲良くなっちゃったからさ、うん、それは経費でしょ、配信でご飯食べてるのとかさ、タクシーとかさ、うん、もうリエと仲良くなっちゃったから。でも私ここ泊まっててよかった、配信会支えてくれてたから、リエが。あのね、人に恵まれてるかなと、恵まれてるなって思う。リエはいい人だよ。どうしようかな、あと4万ポイント、トモさんが始まる前に、あともうちょっとしたら1個投げチャレンジしようかな。ちーちゃんいる、ちーちゃんいるか、いないかな、うん。あ、ピーちゃんもありがとう。もう今年の税金払ってから韓国来たの？払ってないよね。なんか私に引っ掛け問題しようとしても無駄だから。やってるからちゃんと。人を大切にしてると、うん、嬉しい。そんなに私あの大切にしてる、それならよかった、それなら。ともさん配信やってない、りんちゃんちょっと次、りんちゃんちょっと仲良くなれるコツ、わかんない、なんでだろうね。あ、悪く言ったら慣れ慣れしいのかも。よく言ったら人懐っこいけど、だから人によってはあのこうルールとかマナーとか厳しい人には嫌われる。私ちゃんとしてないし、うん、だからそういう人がアンチかもしんない。なんかこういうとこちゃんとしてないとか、私いや適当だからさ。そうそうそう、韓国人と結構波長合う。別にいい、適当で全然、ま、あの人も別に私に適当でいいし。そうそうそう、きっちりしてるには嫌われる。そうそうなんだよ、過去もそうだから。そうそうそう、楽じゃん、きっちりして考えるの。こう疲れちゃうし、自分の価値観を押し付けるの、それはでも私自己中だと思ってる。その人のオナになんか付き合わされてるみたいな、こうしなきゃダメだよとかさ。でも私それでも31年間生きてるしなって
あなあちゃんありがとう。ゆっちゃん、きっちりしてる人なんて配信会いないと思うけどね。だからなんでなんだろうね。完売は明日、完売明日です。今日イベント最終日だから終わって、また明日明後日韓国楽しんで、しあさって整形して、あ、フィニッシュ、韓国配信フィニッシュ。18日に何も決めてないから、まあ、リエ連れてってドッグカフェ行ってもいいし。はまっちゃった、ドッグカフェ。あの、ゴールデンレトリーバーが心配。行かないよ。今回は行かない。明日、ゆういちデートだから、美容院また、なんかね、美容院の、人がさ、あそこのヘアセットの人が、あの、紹介してくれ、あ、違うか。あ、違うわ。あの、ドッグカフェのね、オーナーが、紹介してくれたリスナーさんに連絡来たらしい。あの、フェイモスな配信者を連れて、紹介してくれてありがとうございますって。あ、キーちゃん、ありがとう、キーちゃん。そう。帰るまでに、いや、もういいっしょ。フェイモス配信者紹介してくれてありがとうって。あの、韓国っつうかさ、海外祝電ないからほんといいよね。もうすぐすんなり入ってさ、配信できるからさ、ほんとここが一番いいところ。韓国の祝電が来ない、嫌がらせされない。そうそうそう、あの、許可取ってもやっぱすいませんってなるんだよ、祝電が多すぎると。そう、33倍ね。完売は分かんない、気分かな、二日酔いのその時次第。忍法さん話聞いてあげたい。大丈夫かな、ニーポーさん話聞いてあげたいな。ニーポーさん話聞いてあげたいけど。あ、みーちゃんありがとう、みーちゃん。ふーちゃんもありがとう。乾杯まだ1回しか行ってないもんね。楽しかったな、乾杯。乾杯のとこが多分一番、あれじゃない？みんな好きじゃない？まあ、聞いてあげたいんだけど、ブロックされてるからさ。ね、みんな乾杯が一番好きだと思う。なんかアイテム飛ぶと泣き止むよ。ひーちゃん、のっちゃんもありがとう。あ、漢字の方もありがとう。ぽちゃんもありがとう。アイテム飛ぶと泣きやむ。完売のとこ1万使った。あ、待って。金ないかも。完売のとこ行ってもさ、金。7000ある、1000、あ、1万あるわ、1万1000あるから、まあ、飲みに行ける。1万あれば足りるっしょ。ハネペンありがとう、ハネペン。ゆっちゃんとありがとうございます、ありがとう。あれ、ちょっと待って、いや、私あの
あれだから。ビップ待遇されないと。私だけ高いんだよ、多分。まあ、配信させてもらってるし、まあ、1万ぐらい使うか。違うんだよ。なんで1万かかったかって、私なんかね、いろんな韓国人にご飯おごっちゃったんだよ。この人が、おごってくれるってさ、とか言って完売が。で、みんな、イエーイとか言って、おごるしかなくって、それで1万円かかっちゃったの。そう。そうそうそう、思い出した。あれ、おごんなかったら5000円ぐらいだったと思う。4000円とか。騙されちゃったっていうか、違う、私が頼んだやつは食べれなかったから、これみんなでシェアしてくださいって言ってたのをちょっとね間違えちゃったんだよ、うん、弱いところ見せないで、ね、そうかな、減らってる時減らってるよ、この前とか超減らってたじゃん、結構お金使ってんな、なんだかんだ。完売の店で出会った感覚じゃない。撮ってない。うん、まああれしょうがないんじゃない？イントネーションが。うん、そう、私、辛い時は辛いって感じだからね。ただ、ちょっとやそっとの辛いぐらいだったら、配信で言わない。なんか心配かけたくないから。ただ今全く何もノーストレス。やっぱ光合成と規則正しいね生活リズムとだ、そうだね、光合で、あと歩く、これがなんか大事かな。やっぱ配信者って病むのさ、そういうことなんだなと思った。いやマジで外出るべき、光合成しないとまず、うん、リエのホテル明日家出ます。高級ホテルに行きます。もう整形するから、整形する準備で。だからいつも夜とか夜の12時に起きたりとかさ。エッサありがとう。あちびこたん、ありがとうございます。リエ寂しい。まあまた会えるし、また会えるよ。いや返金多分できない。1万円だけ戻ってくるかな。あと私が空港会社に、まあ、言っても無理だと思う。だ空港会社はオーナーにが払いなさいって言ってんだよね。まあ無理だと思う。4万損した。でかいよ4万円って。4万円だからね。でかいよ。うん。1800円が、10日間で、いくら ?1800×10 って、18000円 ?18000円のはずが、46000円払ってるから、だから、だいたい4万ぐらいの。で、経費だからいいとか、そういう問題じゃないから。うん。前日本帰って唇の、え、なんで荒れてるからってこと？荒れてるから、うん、そうなんだ。なんかたまにいるんだよね。なんかぼったくられた時とかにさ、まあ経費だからよくねとか。いやおかしいから。次泊まる時は直接、それが分かんないからね、うん、
お金かかるよ。いくら使ってるかもわかんない。カードいくら切ってんだろう。そう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 。占い数、じゃあ占い好きなの？あの単純に私は